じゃあ、その、江崎レオナ先生のね、ノーベル物理学賞のね、タイムマシン発明したいと。江崎レオナ先生の話が出たところで、実は、江崎レオナ先生とは関係のない。それは、遠いご親戚なのかもしれないけど、近縁、要するに親戚会議に参加する間柄なのかな、それは知らないけど、同じ名字の江崎グリコの、ね、社長を監禁した、まあ、グリコ森永事件。あ、森永のってことは、昭恵さんも関係あるんや。ああ、面白そうな、あの事件って思うでしょ、みんな。あれ解決するんじゃない、ついに真相が分かる。うちずっと、まあ、大体の真相やってたでしょ。あの場に、ね、アツカもおったし、で、竹下首相もおったし、橋本首相もおったし、キム・ジョンイルもおったし、で、そういった人たちを集めたのはタルトク神事だし、寝屋川の白木神社に関係した。寝屋川の駅前の絵ってだから、大土地神社じゃない。で、まあ、場所は、うちが昔交際していた方が教えてくださいました。その方もそこにいたらしい。巻き添え食らったっていうような言い方をちょっと言わさった。まあまあ、そんなことよりも、真相が明らかになるっていうのはもう、タルトク神事あたりからペラペラ喋るんじゃない？あれに参加した霞が関の人がもうピーク始めるんじゃない？え、そんな人たちが参加してたの？だから江崎社長は、だから、あなた方何をやってるんですかって、あなた首相でしょって、いや、僕もわからないんだよ、なんだこれはって、どういうことなんだ一体って。まあ、この瞬間田中が大人は信じろについて分かった瞬間でもあったのかなと思うけど、そこに江崎レオナ博士はいなかったよ。江崎グリコ社長はおったけど。江崎グリコ社長って言って、別にこうやって走ってるわけちゃうんで。いや、走ってるやろけど、かつては。何を言いたいか分からんやろ。うん、そこで走ってるよとか言って、そういうなんか、あのいじめも受けたらしい、江崎グリコ社長。白木神社ない。白木神社の高橋さんもな、どう思ってやな、それ。まあ、この時にも白木神社とか言って、あの、死んだ神社あるけどな。はい、はい、言ってるかもしれない。こんな聞こえてるから。うじこの声なんかな、聞こえんねん、うじがみんな。はい、はい。うちうじこですよ、うち。あんた預かってるし、挨拶も行ってるし。名簿に書いてるかどうか知らんけど。いや、柳さん預かってるし、挨拶に行ったし。お続きに預かることになって、町内会じゃなくて。あ、この三木の三町の、3番、4番の、うじこちゃんがいると、柳さんは、ね、まあ、天達さんの上から究極、秋葉と、津島っていうの。まあ、津島っていうのは、津島のというのが、まあ、あれ、少なきこな的な神様ですね、津島がね。じゃあ、もともと少なきこなだったのかなって思うんですよ、津島って。数でつながってるしね、男の方は数から始まり、女の方は数で終わるみたいな、天達、飲酒がするみたいな。エビスみたいな。エビスさんも女性やん。エビスねって、あれ、ゆり族。何がやねん。